ロケット、無事打ち上げ成功しました。やりましたね、矢崎さん。気を抜くな、村松。いいか、1986年、NASA のチャレンジャー号は発射から73秒後に爆発した。みんな、安心するのはまだ早い。絶対にインジケーターから目を離すな。何か問題があればすぐに報告しろ。はい。乗り遅れました。昨日結構寝れなくて。うるさいな。後にしてくれ。後ですか。村松、集中しろ。すいません。点呼とか取りましたか。だからうるさいな。なんだお前、急ぎのようなの。急ぎかって言われるともう違いますね。なら後で聞くから座ってろ。いいんですか。村松、集中しろと言っているだろ。すいません。まったく、今のところ順調だからいいものの。それにしても、日本初の民間有人ロケットなんて、こんな過酷なミッションに参加してくれたクルー全員に感謝しかないですよ。そうだな。向こうでどんなら美味しいんでしょうね。こういうのはさ、そうだよ。そんな彼らを無事宇宙まで送り届けるのが我々の仕事だ。みんな、絶対に集中を切らすな。はい。僕トイレ行ってきます。ごめんなさい。行ってきます。すいません。なんだ、どうした村松。ロケット内のセンサーが異常検知。ロケットの総重量、計算と違います。どれくらい違うんだ。大体、人一人分くらい足りません。人一人分。すぐにロケット内と連絡取れげ。それが通信も不安定で連絡が取れません。何、高木、高木、落としません。くそ、田中、落としません。おぎろ。はい。落ちたこと。おぉ。おぎろ、よく聞け。そちらに異常はないか。なんかありそうですよ。何？なんかすごい。ちなみにそちらに何人いますか。お前何聞いてた今。一応です。2、30はいますね。2、30？パンパンだ。意味がわからないぞ。おい、研究員を呼んでこい。はい。ここ。村松さん、説明しろ。あ、すいません。意味わかんねえ。村松、集中しろ。集中しろと言ってるだろ。意味わかんねえ。落ち着いてください。落ち着いて。集中しよう。集中だから。集中だから。ちょっと待って、そんなことにさ、宇宙飛行士が一人足りないで大変だぞ。大丈夫なのか。今調べます。ちょっと待ってください。この人はギリいなくても大丈夫です。おお、それよかった。そんなことがあるんですね。そうか、なんだ。宇宙船通信ともに安定しました。こちら管制と、荻野はいないがミッションは大丈夫か。荻野、荻野、眼鏡の背の低い荻野。実家済みです。実家済みの荻野。荻野。まあいいのか。あ、もしもし、お母さん。なんかね、お昼、家で食べるよ。